ちは。今日はですね、日本の、まあ、なんていう絵が日本風な絵が描かれたペンとハガキをご紹介します。はい、これ知ってますか？何ですか？妖怪ですか？妖怪これは風神雷神です。風神雷神、はい、風を起こす神様と雷を起こす神様。神様、まあ、見かけちょっと妖怪っぽいですね、まあ、日本では結構有名な神様の2人ですね。こっちは富士山 と、日本の昔の女性が描かれてます。着物着てますね。かつら、かんざしつけた女性です。はい、結構こういう昔ながらのですね、日本の絵をですね、はがきにしていて、でそのままペンもついてるので、これでお友達に手紙なんで書くと、で日本旅行行ってきたよなんて書くといいんじゃないでしょうか。お土産にぴったりだと思います。はい、じゃあ皆さん、ぜひ日本の旅行を楽しんでください。じゃあね。